イヴァン・ザイゼフは、ロシア系イタリア人の男子バレーボール選手。イタリア代表。ジップは、バレーボールソ連男子代表の名セッター、モスクワオリンピック金メダリストのビャチェスラフ・ザイゼフ。父が、イタリアでプレーしていた1988年に、ペルージャ県スポレートで生まれた。一時サンクトペテルブルクに移住したが、10歳の時に、イタリアに戻りバレーボールを始める。当時、 在政 F の息子がバレーボールを始めたと話題になったという。2001年にペルージャにあるセリエ C2 のジュニアチームでセッターとして競技者生活を始め、2004年にペルージャ入りした。2009年からはセリエ A2 のエムローマバレーに移籍し、アンドレアジャーに監督の勧めでウィングスパイカーに転向。2010年のセリエ A に優勝に大きく貢献し、自らも MVP を受賞した。2008年にバレーボールイタリア男子代表に選出され、2010年の2010年バレーボール男子世界選手権や2011年の2011年ワールドカップバレーボールに出場した。2012年8月のロンドンオリンピックでは銅メダルを獲得した。ありがとうございます。